ご機嫌いかがですか。水野晴郎です。さあ今日は皆さんお待ちかね、スターウォーズシリーズの第3弾完結編、ジェダイの復讐をノーカットでテレビ初登場でご覧いただきます。ごゆっくりとどうぞ。さあいかがでした。いやー面白かったっていう実感でございますね。ご覧ください、私の後ろに白い建物ございます。これがねルーカスタジオのメインオフィスなんですね。さあ本人の話を聞いてみたいと思います。まず新しいスターウォーズシリーズはいつスタートするんですかって聞いてみました。現在2、3本の映画の新しい企画があるんで、それを済ました後に考えたい、現在壮大な構想を練ってるんですよ、答えてくれたわけです。そして監督さんとしてはもう二度とやらないんですか、自分で監督したいんですかということを聞いてみたんですね。そしたらね、やるでしょう、やっぱり自分もやりたいんですと言ってくれました。いやジョージ・ルーカス、これからも面白い映画をどんどん作ってほしいと思いますね。